二人の敵団兵、ね、これは大事な曲なんですね。なぜかというと普天音符が出てきます。普天音符も出てくるし、ユミのダウンダウンとかいうのは、ボーイングスラーっていうですね、これが出てきます。これをちょっと見ながら、ちょっと聴いてみてください。いきます。ここからですね、ここを置きましたね。これ無意識に置いてるんですね、私は。無意識です、ここです。こんなとこ置きませんけどね。見てるとわからないと思いますけど、ちょっとだけ解説すると、最初はここから、ここまでね、超えるとこまで弾いて、今度ここで、今度長い音、ランランっていうのダウンダウンね、リテイクってやつ。これここの、こんなことやると、なんだろうね、ここやね。ボーイングスラー。で、このアップ棒を、ここまで戻すと、ちょっとブサイクね。これぐらいにしておいて、またリテイクだから、こっちの方。